鬼怒川の堤防が決壊した茨城県常総市では復旧を支援する目的で寄付としてふるさと納税に申し込む人が急増しています。これまで常総市ではふるさと納税に申し込みした人へ返礼品として米や常陸牛などの特産品を送っていましたが、農家などが被災し現在は用意することができていません。しかし被災した後に少しでも皆様の役に立てればと思いますなどといったメッセージとともに寄付として申し込む人が急増しています。北海道から沖縄の方まで全国からたくさんの本当にメッセージいただきまして本当に感謝しております。これまでに義援金と合わせて2億7000万円の寄付があったということです。